皆様こんにちは。ナビゲーターの葉月です。現在未曾有の感染者数を更新しているアメリカにまた新たな脅威が発生したようです。といっても今回はウイルスなどの類ではなくある昆虫になるのですが、その昆虫はアジアから先日アメリカに上陸し、アメリカメディアなどでは殺人者がアメリカに上陸したなどと大きく取り上げているようです。ここまで聞いてお分かりの方、かなりの情報通だと思います。一体どのような昆虫なのでしょうか。見ているだけでとても怖くなってくるのですが、この写真はオオスズメバチというスズメバチの中では一番大きい蜂になります。スズメバチは日本に生息している種だけで、黄色スズメバチやモンスズメバチ、小型スズメバチなど何種類かあるのですが、今回アメリカに上陸したのはスズメバチの中でも最も攻撃性の高いとされるオオスズメバチ。オオスズメバチの生息地域は日本全国およびインドから東南アジア、東アジアにかけて広く分布しており、日本では北海道から九州に分布、南限は屋久島、種子島近辺だと言われています。秋の行楽シーズンになるとスズメバチの集団に襲われるニュースを毎年よく聞くのですが、ミツバチよりも毒液の量が多く、また痛みを感じる物質も多いため、何回も刺されると死亡する危険があることは周知の事実だと思います。オオスズメバチがアメリカで発見されたニュースは5月4日付スマートフラッシュで報じられていたのですが、記事によると新型コロナウイルスに続きアジアから新たな脅威が現れたとして、マーダーホーネッツがアメリカで話題になっている、殺人バチ、つまりスズメバチのことだ。日本をはじめとしたアジア地域に分布するオオスズメバチがアメリカのワシントン州やカナダで確認された。どちらも最初に確認されたのは昨年末だが、ニューヨークタイムズが週末に殺人バチがアメリカに上陸と報じたのを皮切りに大騒ぎとなっている。 CNN や CBS、NBC、FOX、タイムなどなど大小様々なメディアがその脅威を伝え、人気コメディアンのパットン・オズワルトらのツイートでトレンド入りするほどだった。日本では年間50人が刺されて死んでいる。女王蜂は5センチにもなり、時速32キロで1日に何キロでも飛ぶ毒蛇と同じくらいの毒があると恐れられている、と報じられています。通常、スズメバチによる被害は日本では秋ごろに発生することが多いため、その時期にのみ注目されることが多いのですが、スズメバチの寿命は1年、そして女王蜂だけが冬を越すため、ある決まった年間サイクルがあるようです。越冬した女王蜂は、4月下旬から5月にかけて巣作りを始め、最初の小さな働き蜂が羽化するまでの1ヶ月から1ヶ月半の間は、巣作りや産卵、育児に加えて外敵からの防御までをたった1匹で行うそうです。この期間を無事に乗り越えれば、夏頃には働き蜂の数は数十から数百匹に増え、それに従い蜂の巣があたかもマンションのように大きくなっていくようです。今回アメリカで発見されたのは、時期から考えて巣作りをしている女王蜂だと思いますが、だからこそ大きいのだと思います。ちなみに女王蜂の体長は4センチから 5.5 センチあるのに対して、働き蜂は 2.7 センチから4センチしかなく、その大きさはかなり違います。ワシントン州で最初に目撃されたのが昨年末とのことなので、発見されたのは越冬した女王蜂だと考えるのが自然だと思いますが、専門家などによると、この蜂はアジアからの国際貨物に紛れ込み、アメリカに渡った可能性があるそうです。ワシントン州の農務局は、住民や養蜂農家に対して、オオスズメバチを見かけた場合は報告するように呼びかけたり、目撃情報を寄せるためのアプリもすでに開発しています。
さらにオオスズメバチの針は一般の養蜂用防護服を貫通してしまうため、当局は特製の防護服を発注し、武漢コロナ対策でも話題になっている温度監視ができるサーマルカメラを使いながらオオスズメバチの巣を探し、女王蜂の駆除をしているとのことでした。ところで、一見無敵のように思われるオオスズメバチなのですが、このオオスズメバチに天敵はいるのでしょうか。大きなところでは、クマがとても有名ですよね。野生のクマが蜂蜜を好むことはよく知られるところですが、クマは蜂蜜だけでなく、蜂そのものも狙うため、巣全体が捕食対象になるようです。また、クマの厚い皮膚は硬い毛で覆われていることもあり、オオスズメバチの毒針は歯が立たず、クマは蜂の攻撃を気にせずに悠々と巣を壊し、そのすべてを食べ尽くしてしまえるというわけです。鳥類では同じ猛禽類のクマタカに似た姿のハチクマが、その名の通り蜂を主食とすることで知られています。ハチクマは特殊な匂いを体から出すそうで、それが蜂の攻撃性を奪うのか、もしくは蜂がそれを察知して巣の防御を諦めるのか、ハチクマが近づくとスズメバチは一部攻撃するものもいるようですが、ほとんどが巣を残して逃げていくそうです。その他、クモも天敵になりますが、クモの巣がスズメバチに耐えられる強度があるかどうかが鍵になるようです。興味深いものとしては、お互いが食べたり食べられたりといういわばしのぎを削っている昆虫もいるのですが、それはオニヤンマやオオカマキリ。奇襲が成功すれば、虫引きアブやシオヤアブといったアブの仲間がいるそうです。ところでオオスズメバチは、他の蜂も襲って食べるのですが、その中でもミツバチは、オオスズメバチの幼虫の餌として、格好の標的にされています。テレビでご覧になられた方も多いと思いますが、ニホンミツバチはオオスズメバチを撃退するために、ある特殊な技術を身につけています。オオスズメバチは、餌場になるミツバチの巣を見つけたら、目印となる匂いをつけて巣に帰り、その後、集団でミツバチの巣を襲うのが常なのですが、ニホンミツバチは発見を未然に防ぐため、偵察しに来たオオスズメバチを巣におびき寄せるそうです。その後、背景画像のように集団で丸く取り囲み、腹部の筋肉を収縮させたり、羽を振動させたりしながら、中心部の温度を48度にまで上げながら、オオスズメバチを蒸し焼きにするとのこと。オオスズメバチとミツバチは、どちらも50度以下で死ぬのですが、この攻撃は、オオスズメバチの死ぬ温度が、ニホンミツバチよりもわずかに低いため、その差を狙った攻撃方法になるようです。ただこの攻撃は、オオスズメバチがいる環境下で日本ミツバチが身につけた防御法なので、アメリカに生息する西洋ミツバチにはこのようなことはできません。2時間もあればオオスズメバチ数十匹で4万匹もの西洋ミツバチを全滅させることができるとされていますので、西洋ミツバチが日本の自然界で生きられない理由はこういうところにもあるようです。今回話題のオオスズメバチがアメリカで繁殖すると、西洋ミツバチの被害にとどまらず、人的被害への懸念も大きいと思いますので、被害が拡大しないうちに駆除が成功することを祈るばかりです。今回のニュース、海外ではどのように感じているのでしょうか。引き続きお聞きください。それでは、海外の反応をご紹介いたします。5月が始まったと思ったらこれか。またロックダウンしなければならないのか。俺たちが一体何をしたって言うんだよ。中国からの贈り物パート2。マスクだけじゃなく防護服を着て過ごすことになるなんて。防護服でもきっと貫通するんだよ。マジで？見た目からして凶悪です。武漢ウイルスは見えないから怖いと思ってたけど、見えるものはそれなりに怖いよね。引っ越すか家を燃やすか、2つに1つだね。
ちょっとこれから殺虫剤を買ってくる。生物が絶滅することは悲しいことだけど、こいつだけは絶滅しても構わない。武漢ウイルスで仕事が奪われたというのに、今度はミツバチまで奪われなければならないのか。俺たちはもうダメだ。早く焼き払ってください。侵略してくる外来種って、すべてアジア原産のような気がするんだけど。お願いだから、カナダには連れてこないでくださいね。聖書をあまり読んでないんだけど、次はどんな厄災が待ってるんだ？少なくともこの件で、みんなが自発的に屋内で過ごすようになるかもね。こんなのもう嫌。アジアは全力でアメリカに仕掛けてきてるようですね。最初は中国人、そして次はスズメバチ。アジア初で良いものなんて今までにあったのかな？例のイナゴとオオスズメバチが一騎打ちしてくれれば丸く収まるのに。もうこれ以上悪いことは起こってほしくありません。オオスズメバチの天敵っているのかな？日本ミツバチは巣におびき寄せたスズメバチを集団で取り囲んで熱殺するらしいよ。かなりすごい光景だろうね。ついに火炎放射器を買う時が来たようだね。俺は今から一生家の中で過ごすことに決めました。武漢コロナで一番良かったことが、こいつらから隔離できることだなんて。ワシントン州の農業局は、すでに東日本大震災の2年後から、スズメバチ用の対策を取ってたんだよ。あの震災から3ヶ月後、日本から漂流してきた瓦礫が漂着したからね。そして震災の3年後には、アメリカでオオスズメバチが発見されたんだ。このスズメバチは津波が原因でアメリカに来たってことなのか？とても新鮮な話だけど、かなり恐ろしい話だね。Google の画像検索をしてみたんだけど、やらないことをお勧めします。たまに地球ごと廃棄したくなることってあるもんだね。2020年はここ数十年で一番狂った年の一つになりそうだ。注射針が飛び回っているなんて。今年はまだ前半なのに。今後、今年はこれよりひどいことは起こらないよねっていうのはやめてください。今年、ずっとこれを言い続けることになりそうだから。ユタ州に住んでるんだけど、地震、水質汚染、そして疫病と来てるのに、それ以上のものが来るなんて。そろそろゾンビになる練習をした方がいいのかも。クマ撃退用スプレーの他に、スズメバチ用の殺虫剤を持ち歩かなければ。いっそのこと、2021年までワープしたい。今年はもうなくなってもいいくらいだよ。でも逆を言えば、今年ほど思い出に残る年って、今後もうないかもしれないね。これはでかすぎる。いっそのことテニスラケットを持ち歩いた方が良さそうだ。こんなの絶対に無理。この画像はフォトショップで作ったんだろう。ここまででかい蜂はこの世にいないはず。これは蜂の中でも一番大きい女王蜂だからね。もう十分楽しんだので、そろそろ勘弁してください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。スズメバチから身を守る工夫ですが、巣の駆除は6月くらいの比較的巣が小さい時期に早期発見、そして駆除が理想だと思います。秋の行楽シーズンの注意点としては、身の回りをまとわりつくようにスズメバチが飛び始めたら、近くに巣がありますので引き返してください。その時にその蜂を手で払いのけてしまったら、警報フェロモンをかけられて集団攻撃される恐れがありますので、蜂を刺激したら危険です。あと香水など香りの強いものは警報フェロモンと間違えられる可能性があるので、極力つけない。
また蜂の攻撃は黒いものに集中する傾向があるため、衣服は明るいものを身につけ、髪も明るい色の帽子などで隠さないと頭部をやられてしまいます。もし刺されたら、その場所から早く離れ、刺された箇所から毒液を指などで絞り出しますが、水洗いも併用すればより効果的になるようです。一番怖いのは命に関わるアナフィラキシーショックになることなので、体に異常を感じたらすぐに病院へ行かなければいけません。ところで、オオスズメバチに刺された印象が SNS に上がっていたのですが、熱した画鋲を押し付けられた、また溶けた鉄を注入されたようなどと投稿されており、かなりの痛みを感じるようです。私は子供の頃、普通のスズメバチに右手中指を刺されたことがあるのですが、その時気が遠くなるくらいの鋭い痛みが全身に走りました。それを思い出すと、オオスズメバチの痛さは想像を絶するものだと思います。夏休みのある山での出来事だったのですが、子供は危険な虫にも好奇心で近づいていきますので、危険な生物への対処法などは家庭や学校でもしっかり教えるべきだと思います。今回少し長くなりましたが、今日はこれでお別れです。次回もお付き合いくださいね。はずきでした。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。